お元気ですか？吉川優です。カントリーガールズの山木梨沙です。この番組はアップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの最新情報、今知りたい話題や活動に接近していく、そんな番組です。新しい出会いを提供できるようにジャンル問わずお届けしていきますので、どうぞ最後までお楽しみください。ということで今回の MC は私たち2人なのですが、はい、初めての方もいらっしゃると思いますので、まずはそれぞれの自己紹介と活動についてお話しさせていただきます。私吉川優は2007年にハロプロエッグ研修生で活動していたんですけども、2011年5月にですね、きっかけは優という曲でソロでデビューしました。最近ハマってる食べ物は焼き鳥でございます。お好き焼き鳥。私最近ハマってて、やだ、最近ブームなのかもしれないですね、焼き鳥。何、どの部位が好きですか？ソリです。愚か者はそれを残すと言われてるフランス語で、ソリです。知らない、知らないですよね。食べたことないです。ぜひチェックしてみてください。はい、私山木梨沙はハロプロ研修生出身で、2014年からはカントリーガールズというグループで活動しています。最近私がハマっていることは、ものは小籠包です。きた、好きですか？台湾ハオツエ。ちょっと、すごい、お上手。私お上手。中国勉強して、よく台湾に行く機会ものすごく多くて、一時期。やっぱ本場は違いますか？本場違いますね。そうなんですね、はい、あの中華街でこの前食べて、はい、すごい美味しくて、そのこの前初めて食べたんですよ私、うん、小籠包を。で美味しさにびっくりして、だからあの機会があれば小籠包を食べに行きたいってぐらい最近はハマっております。そんな私たち2人ですが、はい、こうして一緒に番組をやるのは初めてなんですけども、はい、以前あの舞台くるくるとシトシットという舞台で、はい、一度共演させていただいてるんです、はい、だからすごいお久しぶりなんですよね。そうですよね。なのであのその舞台をずっと一緒にやっている時に、うん、今お昼ご飯とかを、はいはい、みんなで買いに行ったりするんですよ。食べますね。うん、で近くのお店に買ってあの楽屋で食べるんですけど、その時にあの吉川さん with 研修生3人みたいな感じで、こう吉川さんが私たちをこう誘導してくださって、はい、一緒に焼き芋とか食べたりしました。忘れました、ごめんなさい、覚えてないすごくあの研修生の私にとっては貴重な体験だったので、忘れられなくてすごい楽しい舞台だったなと思います。あ、嬉しい。私逆になんて呼んでたんだろうその時。ねえねえとか名前で呼んでなかった、はい、そっかねえねえみたいな。あれそんな感じ、ね、焼き芋食べないとか。あ、恥ずかしかったんでしょうね。私こう見えても実は人見知りなので。そうなんですか？そうなんですよ。だから人見知りを発揮してしまったんですけども、でもなんか相性いい気がします。あ、パッと見、パッと見気強そう。本当ですか？初めて言われます。あ、本当ですか、はい、いいとこのお嬢さんって結構気強そうなイメージで、はい、なんか私のインスピレーションすごい私と気が合いそう。嬉しい。でもどん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 今日は矢吹ちゃんのことをどんどん知っていけたらなと思います、はい、それでは今回のアプカミスタートです。アプカミお届けするのは私吉川優のライブ映像でございます。本当にありがとうございます。今回は5月1日渋谷ルイード K2 にて行われた公演から最新シングルさよならスタンダードの映像をご覧ください。どうぞ。何でもできるって何にもないのと似てるねって言われて、何にも言えない私の何でもない一日がどんなに足りないなと分かってきてるんだよ。それじゃダメなの？君はいつもよく分からない話で僕も黙った。君になりたい、君になりたい、君になりたい。
この日のライブは吉川優バースデーライブ2017というタイトルで、私の誕生日当日に皆さんに祝っていただいたんです。おめでとうございました。本当にありがとうございます。誕生日に祝っていただける幸せ、嬉しいですよね。本当にありがとうございます。というわけで聴いていただいた曲は私の最新シングル曲さよならスタンダードを生バンドバージョンで聴いていただいたんですけども、今回のこのさよならスタンダード、前作あの歯を食いしばれで作っていただいた大森聖子さんに今作も作詞作曲していただいて出来上がった曲なんですけども、どうでした？すっごい難しそうだなって思うんです。もう聴いてるだけで、あ、この曲難しいんだろうなっていうのが伝わって、でも歯を食いしばれを聴いた時もメンバーで全員で見てたんですけど、その映像をどうしてこんな難しい曲を外さずに歌えるんだろうねって、やだどうしよう、すごいねっていう話をしていて、今回最初も早口じゃないですか、噛みません？いや、噛み越しますよ、私。噛み越してるんですけども、今回早口っていうのもあって、多分今までシングル曲出してきた中で結構高音ですよね。サビが高音でもう裏声使ってます的なので、すごい難しいんですけど、あと変拍子、リズムがまた癖になるリズムで、ファンの皆さんもいつものこういうおいおいっていうのではなく、ちょっとなんか聴かせる曲になっています。今回の新曲さよならスタンダード、殻を破りたいけど破れない、そんな女の子の気持ちを歌った新曲になります。シングルの発売に合わせて各地でリリースイベントやっておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。アプカミ、続いてお届けするのはカントリーガールズのライブ映像です。今回は5月4日に行われた中野サンプラザ公演から愛おしくってごめんねをご覧いただきます。どうぞ。
この日はカントリーガールズコンサートツアー2017春モモチーズムの中野サンプラザ公演だったんですけれども、あのカントリーガールズとして単独で中野サンプラザでに立たせていただくのが、うん、この日初めてだったんですよ。あ、そうね。で、あのその大きなコンサートホールで歌うっていうことが初めてだったので、もうみんなご覧の通り一生懸命で、ね、あのすごいやっぱ大きくパフォーマンスしなきゃいけないので、そういうところでも多分すごいあの大変だったんだろうなっていうのが映像で伝わったかと思うんですけど、すごい楽しくって、で、あの桃地先輩が6月30日で卒業してしまうので、その桃地イズムをどれだけ私たちが引き継いでいるかを皆さんに見ていただいた公演だったんじゃないかなって思います。でもみんなマイク持つときこうなってなかったよ。桃地イズムそこは受け継いでない、あれはその桃地先輩の特権といいますか。なるほど、はい、なるほど。これはやっぱ引き継ぐっていうのはまあ、あのダメじゃないんですけど、はい、やっぱ全員が全員やってもっていう話なので、そういうことなんですね、うん、そういう感じで受け取っていただければいいなと思います。はい、はい、この日は新曲アイドル卒業注意事項も披露しました。この曲のライブ映像は後日アプカミで配信予定です。お楽しみに。そしてカントリーガールズライブツアー2017春も現在行っております。皆さんぜひお越しください。アプカミ、お届けするのはアンジュルムのライブ映像です。今回は5月15日に日本武道館で行われた公演から新曲の愛さえあれば何にもいらないをご覧いただきます。どうぞ。一緒にいても分かり合うことってとても難しい。どんなに笑い合っても一人になると寂しくて涙が出る。目に見えるものは儚くもろいもの。だから心の奥で繋がっていた。始まったことだけじゃない。あれこれ気にするほど当たり前の動きも不自然になっちゃう。好きなものは好きって言えりゃいいのに、言葉にできない思い気づいてほしい。愛さえあれば次から次へ浮かぶ言葉を全部愛
ちらこそ本当に良くてカラフル、ね、カラフル楽しかったも楽しかったかもね、楽しかったですもん、うん、ありがとうということで、まあね、来年もまたできるように、そしてこれからもいろんなものを作り続けていけるように頑張りたいと思います。バイバイ、ありがとうございました。この日はアンジュルムコンサートツアー2017春、変わるもの変わらないものと題された公演だったんですけども、はい、いかがでしたでしょうか。私この日本武道館公演を実際に見に行ったんですよ、うん、いいの、羨ましい。すっごい楽しかったです。なんかアンジュルムさんって、はい、その自分のグループのことが全メンバーすっごい好きなんですよ多分、うん、でそれがすごいこっちにも伝わってくるんですね、そのパフォーマンスを通して、うん、でその自分のグループを愛せるってすごい素敵なことだなって思うので、はい、カントリーガール、私はカントリーガールズっていうグループをこれからももっともっと愛していきたいなと思いましたし、うん、まあ、吉川さんはお一人なので自分自身のことを愛することにこのまま行くと、わかりました先輩、なってしまうんですけれども、あれはすごく素敵な公演だったなって思いました。いかがでしたか。和田ちゃんとか、はい、たけちゃんとかりなぷーとかずっともうエッグの研修生時代で一緒だったので、はい、今やましてや和田ちゃんがハロープロジェクトのリーダーじゃないですか。うん、なんかもうびっくりしてます、時の流れ。そうですよね、本当に。だってもうハロープロエッグの頃の和田ちゃんなんてもう色が黒くてもうガキンチョウみたいな感じで、ずっとなんかお団子結びみたいな感じでもうキャッキャッキャッキャーのイメージだったんですけど、今となってもう歌の表情、歌い方の表情だったり、もう髪の毛をパッサーとしながら表情の作り方、歌いの歌い方が大人になったなってすごい感じております。すごい恐るべしアンジュルムというわけで、そんなアンジュルム6月21日にはトリプル A 面シングルの発売も決定しているので、皆さんぜひチェックしてみてください。いつか私もライブで共演してみたいなと思います。アプカミ、続いてお届けするのはジュースジュースのライブ映像です。5月3日に中野サンプラザで行われた公演からゴール明日はあっちだよをご覧いただきます。どうぞ。ラストランバー行くよI'm gonna make you mine.
このゴール明日はあっちだよはジュースジュースの楽曲の中でも特にライブで盛り上がる曲なんですけれども、実はまだ CD に収録されておりません、うん、ということで、まあ、あのライブでしか聴けない特別な曲になっているんですけれども、やっぱ歌が上手ですね。歌上手、なんか感情的、なんかみんな歌詞に沿って表情とかも振りじゃないけど、なんか手振り身振りがあるからすごい伝わってくる。もうファンの買った後の掛け声もすごい盛り上がり曲ですね。ですね。なんかしかも歌詞もすごくジュースジュースさんに沿っている歌詞だなって思いますし、あの歌いながら笑顔になるって難しいですよね。でそれがあの実際に歌ってみて一番気づいて苦戦しているところなんですけど、そこがもうジュースジュースさん歌いながらもう笑顔満点っていう感じで、そこもすごいなって見ていて感じました。歌やダンス、表現力、どれをとってもハイレベルなジュースジュース、常に進化し続けるパフォーマンスは必見です。続いてお届けするコーナーはアプカミミュージックデリバリー。このコーナーでは普段聴けないようなコミカルな歌や CD 化されていない曲など、本日配信スタートする注目の楽曲を紹介していきます。まず最初に先ほどライブ映像を見ていただいたジュースジュースゴール明日はあっちだよのスタジオ音源がついに配信となりました。はい、ジュースジュースさんのライブの前に予習としてぜひ聴いてください。はい、続いて配信になる楽曲はこちらです。お願いします。とりあえず一回ミス変換混ぜて止めちゃいます。はい。っていうのをもうちょい元気にってなるか、はい、もうちょっと元気でやってよそのせいはい、頑張ります。そしたら、はい、多分うっかりじゃあ、じゃあうっかりドキリのところで分けるかもしれませんが、はい、まあ、とりあえず一回二人でお願いします。はい、はい、もうちょいじゃあ工藤前に、はい、うん、ちゃんと前に来てよ真面目が出ちゃう、こういう時そうやね、真面目が出ちゃう真面目が出ちゃう。したら中身一回行ってみようか。はい、それじゃあ5つ目参りましょう。ツヤツヤの肌してるね、ツヤツヤの歯出してるね、ウケる。お次は2通目参りましょう。今晩渡しといてください、今晩渡しといてください、お願い、寂しいよ。そうしたか、リクエストが、はい、はい、今の2通目の、はい、今晩渡しといてください、私でください、そのまで、はい、で佐藤の今晩私と いてくださいっていうやつをちょっと色っぽくって言って、はい、でその後あのそれなりあのそれに対それないじゃない、それに対してのコメントをないとね、ないとないとね、うん、ないとね、ないとね、よろしく、はい、お願いします。お次は2通目参りましょう。今晩渡しといてください、今晩渡しといてください、
っと君聞かせてね。お次は2通目参りましょう。今晩渡しといてください。今晩渡しといてください。やだひどい笑い方が、笑い方がセクシーじゃないよ。ミス変換のレコーディング終了しました。今回は2人で、そう初めてですよ2人の曲っていうのはね、初めてですね、はい、通せてもらったんですけれども、何メールの語変換を曲にしているので、セリフが多いんですけれども、なんかマーズっぽいなと思った思った。いやなんかそうすごい嬉しかったんですよね。マーズの曲ができるって言って、6年、うん、ずっと言ってて、な一回もなかった、なんか誰にも言ってなかったんですけど、そのマーズの曲欲しいねって、なんか、うん、いつもなんかコンサートとかでユニットになるときいつも一緒だったし、カップリングの曲とかもグループがずっと一緒なのに、2人の曲ないねっていう話して結構悲しんでたんだよね。そうね、今回ねこの曲が来た時に、そうなんですよ、やっと来たと思って2人で歌えるっていうことになって、ね、なんかいつもだったら一人ずつレコーディングしたりとかするんですけど、うん、今日ずっと二人でやってたので、最初この人テンション低くて、そうか、ミス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 バカにしてますよ。いやでも本当に低かったですよね。もうね、どうしてこうマサはこんなに嬉しいのにと思って。いやまあその楽しさみたいなのがこうきっとね音源になると思いますので、ぜひ聞いていただいて、なんか皆さんのねご変換エピソードとかも聞きたいなと思いますし、マーズの曲だと思って楽しんでいただければなと思いました、うん、お疲れ様でした。バイバイ。ミス変換の作詞の森千代子です。作曲 A の吉田です。作曲 B および編曲の渡辺千恵です。ちょうどその語変換とかね、変換ミスみたいなことが面白くて、いろいろこう SNS とか Twitter でいろいろ上げられてて面白いなと思ったので、変換ミス、おということはミス変換、おということはなんかそのデバイスの中に潜んで、なんかそのいろいろこういたずらをする妖精みたいなのがいると面白いのかなみたいなことが、この3人で膨らましてて、なおかつ曲として楽しいものになればいいなと思ってたら、まあ、気がついたら勢いでこんな楽しい曲ができて、なおかつ今日の録音もすごい楽しくできたんで、ちょっと感動してますね、はい、なんか吉田さんがサビ作って、で俺が B メロ作ったら、もうあとは森さんにひたすらネタを書いてもらって、そうですね、っていうひたすらネタを山ほど書いてもらって、うん、我々はすごいちょっとしか仕事してないんですけど、そうですね、森さんがひたすら仕事をしたと。でもいっぱいセリフがあって、そのセリフも工藤ちゃんと、まーちゃんが楽しくやってくれたので、よかったなと思います。とても嬉しいです。ありがとうございます。
わけでタイトルや映像からも分かるようにですね、楽曲のテーマはミス変換ということで、うんうん、ありますよね、私たち もうメールとかパソコン、スマホ、文章を打ってて、うん、ついうっかり文字変換してしまうミスすごいあるんですけども、うん、皆さんもあるんじゃないかなと思います。もうそのまま送ってしまったりとかね、押しちゃうんですよね、送信ボタンを見ずにも送っちゃうのがあれなんですけども、うん、そんなミス変換をコミカルに表現した楽曲になっております。ちなみにですね、映像の中に出てきたイラストは山木ちゃんが描いたの。あ、そうなんです。びっくりした、そんな才能も。ありがとうございます。そんなめそうもないんですけれども、平成のゴッホ来た今回その、うん、書かせていただくということで、うん、曲を聴いて、で工藤さんと佐藤さんの声でもう収録された音源を聴いて、で、あ、こんな風なミュージックビデオになればいいなって、その絵だけを背景なり、うん、そのミス変換さん、ピンク の、はい、お手紙の女の子を渡して、こういう風に動いたら素敵だろうなと思ったら、そのまま、もうまんま私のイメージのまんまミュージックビデオにしてくださったので、すごい嬉しかったですね。すごい、もうアニメ、このままアニメにしてほしい、私は。嬉しい。だってもうアニメのエンディングですもん。まあ、曲がなんかアニメっぽいですよね。ちょっとアニメっぽいですね。皆さんぜひ声優とかやってもらいながら、うんうんうん、ちょっとアニメを一本作っていただきたいなというのが私の個人的な感想でございます。というミス変換ですが、歌詞に出てきたような文字変換でミスってしまったフレーズを番組を見てくださっているあなたからも募集しちゃいたいなと思います、はい、今回の歌詞の中に出てきたミス変換以外にもまだまだクスッと笑ってしまう、そんなミス変換があるはずということ で、ね、うん、こんな風に間違ったら面白いかもというミス変換をお待ちしております、はい、あなたが送ってくれたミス変換はモーニング娘。17の工藤ちゃん、そして佐藤ちゃんの2人がセレクトします、はい、良いアイデアが集まったらミス変換の続編としてどこかで披露する予定です。お楽しみに。ミス変換へのメッセージはアプカミのホームページから送れます。あなたのミス変換が歌詞になるかもしれません。どしどしお送りください。アプカミミュージックデリバリー、このコーナーでは今後も定期的にデリバリーしていきますので、どうぞお楽しみに。お届けするのは特別企画です。今年2017年に結成20周年を迎えるモーニング娘。グループの活動の歴史や在籍時代の思い出、忘れられない瞬間を歴代メンバーが語っていきます。今回はモーニング娘。の2期メンバーであり初代サブリーダーである安田圭さんのインタビューの続編をご覧いただきます。どうぞ。教育係っていうシステムが初めてだったんですよね。で、リカちゃんは当時本当にネガティブだったので、すごい真面目でしたし、だからなんか、まあ、バラエティやってるといろいろあるじゃないですか、スタッフさんの都合だったりとか。だけどそういうのもリカちゃんはなんかすごいまっすぐなので、トイレにこもってわーって泣いちゃったりとか、うん、リカちゃんこれ仕事だからねって言ってトイレから無理やり引っ張り出すっていうことがあったりとか、うん、やっぱり教育係やったからかリカちゃんとすごい仲いいですね。まあ、モーニング娘。に5年いたので一人でどれだけできるのかやってみたいなっていう気持ちがありましたかね。あとは自分の中でちゃんと
こうみんなにおめでとうって言ってもらっていい卒業式をしたいっていうのも卒業を決めてからの一つのこうなんか理由というか目標になってたので、うん、卒業を決めてからメンバーのことがすごい好きになって、卒業を決めた時はあんまり寂しいっていう気持ちはなかったんですけど、あ、これも最後だこれも最後だってカウントダウンしてるうちになんかすごい寂しくなっちゃって、最後の日はやめるのやめようかなって思うぐらい、うん、本当にみんなのことが大好きって感じでしたね。うん、ファンの皆さんが赤いサイリウムをあのわーってアンコールでサプライズで用意してくれてて、もうそれはやっぱりもう嬉しくて号泣でしたね。うん、今度は私からプレゼントです。カメラさんアップにしてください。いきますよ。ちょっとみんなどうもありがとう。安田圭でした。6人で歌ったのは本当ね1曲か2曲だけなんですけど、なんかすごい不思議な感じでした。その、まあ、人数が多いっていうのももちろんそうなんですけど、まあ、自分の卒業するステージで、これから入ってくるメンバーを迎え入れて、もうその日だけしかないステージだったので、うん、本当に一緒に歌った期間が多分5分とか6分とか、すごい貴重だなと思いました。ではここで皆さんもご存知だとは思いますが、新しくモーニング娘。に加わる4人に登場してもらいましょう。拍手。イエーイ。じゃあ順番に自己紹介してもらいましょう。はい、福岡県出身、田中玲奈13歳でーす。はい、山口県出身の水重さゆみでーす。はい、東京都出身の亀井由里でーす。はい、藤本美貴18歳です。よろしくお願いします。この16人で歌うのはこれが最後です。しっかりと目に焼き付けてください。モーニング娘。で Do it now。
難しい質問ですね。あー難しいな。やっぱ自分がいるときはどういう風に見えてて、どんなグループなのかっていうのがやっぱりきちんと客観的には見れてなかったのかなっていう。安田さんはモーニング娘。の2期メンバーであり初代サブリーダーですが、私たちにとっても大先輩でございます、はい。実は私、うん、ハロプロエッグにいた頃、はい、レッスンとかやってたんですけども、その時に安田さんがカメラを持って私たちのレッスン風景を撮っててくださったっていう、あのエピソードが実はあったりとかもしたんですけども。安田さんに撮っていただいたんですか？はい、もう汗水流しながらダンスしてるところを撮っていただいて、パンフレット用に。そうなんです。モーニング娘。山木ちゃん、はい、いつぐらいから好き？私はでもあの中学生の時にハマって、うんうん、で それまではアイドルに全く興味がなかったんですよ。全然興味がなくて、うん、別に芸能界に入りたいとも思ってもなかったし、うんうんうん、なんですけど、そのモーニング娘。さんの気まぐれプリンセスとか、はいはい、あと踊れモーニングカレーっていう曲を聴いて、うん、アイドルって私の知ってるアイドルじゃないと思って、うん、あのハロープロジェクトが好きになったんですよ。そうなんだ。なのでその、まあ、もちろんその今見ていたライブコンサート映像とかは私たちは見て、うん、私は見てなかったので、もうこういうずっと昔から続いてる歴史があるんだなって改めて実感しましたね。私が初めてあのモーニング娘。さんを見たのが、うん、ブラウン管で、うんうんうん、テレビで踊って歌ってるのを見て衝撃を受けて、そこから一気に火がついて、もうダンスとか歌とかも振り付け一緒に真似して毎日友達と踊ったりとかしてましたね。アプカミオリジナルでお届けするモーニング娘。の20周年特別企画、今後もさまざまな歴代メンバーに登場していただく予定です。お楽しみに。ここからは番組が気になった商品をご紹介するコーナーです。今回ご紹介するのはこちらです。再放楽。再放楽はですね、おせんべいのような生菓子で新感覚の和のスイーツなんですけども、生菓子ってなんか普通は日持ちそうですねしないイメージがあるんですが、この再放楽はすごいんです。常温で1ヶ月、冷蔵で2ヶ月、冷凍だったら3ヶ月も持つんです。なんと恐ろしい。すごい、びっくりびっくり。しかももちろん防腐剤は一切使用しておりません。防腐剤なしでどうしてそんなに日持ちするのか気になるところですが、そこは企業秘密だそうです。それでは早速実際に食べてみましょう。それでは早速いただきます。いただきます。というわけでどれにしましょう。あのこのあんがその3つ3種類そう、ゆずあんと小倉あんと栗あんがあるんですけど、 なんかそれ以外に四季折々の野菜が、そうここに見てください、一つ一ついろいろいろんな種類、それだけでこう茶の葉とか黒糖とか、なんかそれによってもまた、うん、
風味が違うんですかね。ねえ、ちょっと食べてみますか、はい、これなんか常温で食べるのもよし、うん、でこうやって冷やして食べるのもよしで、まあ、夏とかこれからの季節、暑い夏には凍らせてシャーベット風にして食べるのもなるほどおすすめみたいなんですけども、美味しそう。いやー、かわいい。なんだろう、冷えてますね。冷えてる、美味しそう。すごい。じゃあいただきますか。早速いただきます。あ、これほんと美味しいやつですよ。もう触ったから、あー私このこれ好き。あ、でも私これごま味噌選んだんですけど、ちょっとほんのりその味噌の香りしますね、うん、私柚子の香りしますするするする。いただきます。いただきます。美味しい、美味しい。なんか、うん、その生菓子なんですよ、やっぱり。その和菓子なんですけど、これで日持ちするとは思えない。うん、美味しいですか。口に入れた瞬間もう柚子流れ込んできました的な。柚子は強いんですかね、柚子の香り。うん、でも美味しい。さっぱりしてて、うん、食べやすい。なんか男性も好きそうですね。好きそう、うん、なんかね、甘いとやっぱり女性向きって感じがするけど、うん、なんかそれこそそのおばあちゃんおじいちゃんにプレゼントとか、日頃の感謝を込めてプレゼントとか、そういう時にも使えそう。美味しいです。美味しいです、これいいですね。なんか、うん、この商品は通販サイト e ラインナップモールの京都宇治土産 .com のページでご購入できます。今後も番組が気になった商品をご紹介してきますので、どうぞお楽しみに。お送りしてきましたアップカミ、残念ながらお別れのお時間です、はい、いや緊張した、なんだろうね。なんかイメージ、私キッカーさんって絶対に緊張しない方だと思ってたんですよ。いや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 、だから今日すごいびっくりして、カミカミでしたからね私なので、そんな吉川さんの新しい一面も見ることができてよかったなと思いますし、うん、やっぱ吉川さん面白い方だからいやいや、なんかこういう番組でおしゃべりするのも楽しいけど、うん、でもこういう緊張しないところで、うん、今度ゆっくり話してみたら楽しいなだろうなって思いました。じゃあデートのお誘いをいただいたということでちょっとね、じゃあ今度近々、あ、ね、嬉しいです。プライベートで遊べたらなと思います、はい、口だけの約束にならないように気をつけますというわけで、そろそろ本当にお別れのお時間です。番組へのメッセージはこちらから。今回のアップカミ、お相手は吉川優とカントリーガールズの山木梨沙でした。さようなら。